こちらが淡路ハイウェイオアシスになります。先ほど通ってきたところは外からアクセスできるところですね。こっち行ってみましょう。わあ、今日よく見えるな。すごいよく見える。こちらハイウェイオアシスの駐車場ですが、こっちはねこんなに広いよ。こっち普通車ばっかりだけどね、広いよ。であそこにねドッグカフェがあるのかな。今日はちょっと時間の関係で行きませんが、ちょうどね高速道路のチェックゲートの裏ですね。すっごいよく見えるよ。で、下りの駐車場の真ん中辺、ジャンピングカーアドリア止まってますよ。もう一台止まってるね、観覧車の下も。最近の携帯すごいな。この方の人が手振ったら見えちゃいそうだね。観覧車回ってるけど乗りたいけど今日は風があるのでちょっと怖いかな。
800m 手前右折って書いてある。やっぱり向こうから行った方がいいってことかな、さっきのとこ、うん、そういうことか、うん、なるほど。
橋海峡大橋の真下に来ました。寒いね今日は。でも本当よう見えるな、ここから。空気が澄んでるね。曇ってるけど空気が澄んでますね。来た時にはね、大型用半分以上空いてたんだけど、もう今全部埋まってますね。よかったー。10分の差だよ、10分の。とりあえずそっから覗いとこう。取れた。これが、スチームガキ。踊りでもっちりタイの卵かけタイ、あ、俺これタッパタイ茶漬け、うん、冷蔵冷凍、うん、こっち塩だれもある。食べ方が分かりません。どうやって食べるんだろう。タラタルヒレザクリッカシなんかどれもいいの。淡路牛バーガーです。
ダッシュが来たの。